はいはい、あらあら、イーロン・マスクが大ピンチ、イーロン・マスクが大ピンチ。俺たちのですね、トヨタのですね、トヨタ会長が言いました。そう、あのね、EV 化で電気自動車化はですね、政治が決めるんではないんですよ。政府が決めるんではないんですよ。お客様や市場が決めることでございますと言いましたよね。はい、答えが出ました。答えが出ました。はい、テスラのですね、韓国国内での1月の販売台数、なんと1台、わかりますか？韓国国内で1月に売れたテスラの台数、なんと1台という形でですね、今世界に衝撃が走っております。そしてですね、テスラですね、今年の1月にですね、これ報道されましたけれども、イーロンマスクが違法薬物をやっている、違法薬物をやっている、 LSD やらコカインやらですね、エクスタシーをやっているというこの報道ありましたよね。あれがですね、今長引いていてですね、どうもやばい、本人たちはですね、否定している状況なんだけれども、どうもこれやばい状況になってきております。こんなもんが重なってですね、はい、テスラですね、今ですね、営業利益半減の衝撃、テスラ営業利益半減でございます。もうトヨタと真逆、トヨタと真逆でございます。マスコミがですね、テスラを持ち上げてトヨタを叩いて叩いて叩きまくってましたよね。全く真逆の状況がやってきておりますので、面白いから私取り上げちゃいますわ。X ではいろいろお世話になっておりますね、イーロンマスクさんね。でもですね、このニュース取り上げないわけにはいきませんよね。はい、ということですね、これね、はい、まずこれだよね、まずこれだよね、韓国のですね、これ販売台数がわずか1台というですね、これ衝撃の状況になってまして、これガチなんですよ。で、ガチなんだよ。で、これなんでなのかなっていうところなんだけど、この記事読んでいったらわかるんだけど、まあね、テスラにとってですね、不都合な理由がね、重なったことは間違いないんだよね。韓国の国内でですね、昨年のね、12月、2ヶ月前はですね、1ヶ月間で1000台以上売り上げていたテスラなんですけれども、1月にですね、韓国で販売した EV が、なんとわずか1台という状況になりました。で、これはですね、韓国政府が発表したね、2月以降に訪れる、EV 購入の補助金が話があるんですよ。で、この補助金が適用前であるから1月は売れなかったっていう話があるんだよね。で、これは間違いなく、それは影響はあるだろうけれども、とはいえ1台。俺が営業マンやろうか？で、俺が販売やったらもうちょっと売れると思いますよ。でも、何やってるの？テスラという状況なんだよね。で、このね、補助金の話もあるんだけれども、それよりもですね、中国製の EV じゃ、テスラっていうのは中国が作ってますよね。で、中国で作られてますよね。で、中国製の EV に対して、今全世界的に不安が走ってるんですよね。これね、アメリカのですね、商務長官ですよ。陰謀論じゃないんですよ。アメリカの商務長官がはっきり言っちゃいましたよね。中国製の EV、つまり電気自動車に対して、重大な安全保障リスクがあるっていうことをですね、商務長官が言ってしまったんですよ。これ何かというと、EV っていうのは半導体の塊じゃないですか。で、その半導体の塊が中国の国内で作られてしまっている。でね、中国の国内で作られている EV をですね、乗るっていうことはですね、どういうことなのかわかりますか？あとね、EV はですね、EV にはですね、何千もの半導体とセンサーが搭載されておりまして、ドライバーや車の位置、そして車の周囲に関するですね、膨大な情報を収集していると指摘。こういうですね、中国産のですね、EV に乗った人間の情報が中国共産党に渡っていいのかということをですね、はい、これアメリカの商務長官のですね、レイモンドさんがですね、ドカンと言ってしまったんですよね。こういう発言によってですね、中国で作られた EV に対する不安がですね、今世界的に広まってきてるんだよね。で、その影響もあってですね、韓国の国内でね、テスラの EV わずか販売台数1台という状況になってるみたいでございますね。ちょっとまずこれ読んでみようか。これすごいだろ、面白いだろ、こんなことありえるんだね。1月の販売台数はわずか1台。はい、イーロンマスク死にそうです。韓国でですね、不人気なテスラ EV、 中国製が足かせになっているのではないのかというお話でございます。いきますよ。はい、テスラがですね、1月に韓国で販売した EV はわずか1台でございました。安全性への懸念、そして価格、テスラって高いイメージあるもんね。そして不十分な充電インフラ、そう、 EV を売るにはまだ早いですね。環境があるわけでございますね。そしてですね、中国製であるということに対するですね、韓国消費者の悪い印象が原因だとされておりますね。中国製に関する悪い印象ってのはさっき言った通りですね。そしてですね、韓国自動車輸入販売協会のデータによりますと、1月にテスラが韓国で販売した SUV ですよね、のモデル Y はですね、なんとわずか1台で、2020年7月以来最悪の月間販売台数を記録してしまいました。そらそうだよな、これ営業マン全員クビになるんじゃないのこれ。これはですね、昨年の12月の1022台と比べて大幅に減少しました。はい、1000分の1以下だったわけですね。販売台数が少ない理由の一つは、韓国政府が2月の6日に発表した2024年のですね、 EV 補助金制度を待っている消費者もいるであろうとね。まあ、それは間違いないよね。それテスラのですね、韓国の広報担当者はブルームバーグに寄せた声明の中で、消費者は補助金が確定するまで EV の購入を遅らせていると述べました。でもそれだけじゃないと思います。ちょっとコーヒー飲みますね。
はい、韓国ではですね、利上げとインフレがですね、消費者の購買意欲を抑制しているほか、EV のですね、需要自体がバッテリーの発火の懸念であるとか、急速充電スタンドの不足によって鈍化をしておりますと、ソウルをですね、拠点とする調査会社によるとですね、1月にですね、韓国で新規登録をされた EV の台数は、12月からなんと 80% も減少しました。とはいえですね、テスラの1月のですね、この販売台数の少なさは、消費者市場がシフトしていることを示すのかもしれないという話ですね。そして何よりも、中国製が足かせ、どういうことでしょうか。はい。これね、全北自動車融合技術研究所の、リーハンク所長はですね、ブルームバーグに対して、韓国でテスラの販売が鈍化をしている理由の一つは、先進的な顧客の多くはですね、すでにテスラを購入しているが、一般消費者はまだテスラを購入する気になれないからであると語りました。またですね、テスラと中国との関係もその人気に影響しているとね、最近テスラの車が実は中国製であると知った人たちがですね、テスラを嫌いになった。であれば iPhone とか、2月の6日、韓国政府はですね、EV 購入に対するですね、補助金改定案を発表しました。補助金の全額を受け取れる基準はですね、昨年の638万円から、615万円に引き下げられました。2023年の7月、テスラをですね、中国製のモデル Y の価格をですね、638万円に設定して、そして638万円のですね、基準を下回るという状況でございました。今年のこの改正案では、価格がですね、約950万円未満の EV を購入した場合に、補助金を半額受け取れると。これによってですね、テスラモデル Y の補助金は半減するという状況になったんだよね。で、国からのですね、補助金の上限額はですね、72万円で、昨年に比べて約30万ウォン減ってしまいました。だから、EV に対しての補助金を、ジャブジャブにですね、韓国もね、どんどん投下をしていたんだけれども、これが徐々に減ってきてるという状況もあるんだよね。これは世界的な流れではあるよね。はい、地方自治体からのですね、補助金は、最高がですね、600万円から1150万円ウォンで、最低はですね、180万円ウォン、これソウル市ですね、となっておりますと。また、韓国は消費者が、より安全で環境に優しい自動車を購入することを奨励するためにはですね、車載式の故障診断装置 OBD と呼ばれるものですね、と高エネルギー密度のバッテリーを搭載した EV に対してより多くのインセンティブを提供することを決定しました。テスラはですね、オートパイロット技術やバッテリー管理システムが他社に流れてしまう可能性があるとして、車両がですね、自己診断テストを行える装置を実はまだ導入してないんだよね。だから補助金の対象になりにくい車になりつつあるのね、テスラってね。テスラがですね、中国製の LFP 電池、リン酸のですね、リン酸鉄リチウムイオン電池ですね、をですね、使用していることも、韓国でのビジネスにとっては、マイナス要因になっておりますと。この LFP 電池の使用もですね、補助金に影響してしまうんだそうです。LFP 電池はですね、韓国製の高性能ニッケルコバルトマンガン電池よりも安価ではある、安くはあるけれども、エネルギー密度が低く、分解とリサイクルに多くのエネルギーを必要とすると、だから環境にですね、あまり良くない電池を使っているのがテスラということなんだよね。だから補助金の対象にもなりにくいという状況になってきていると。この規制はですね、中国の電池メーカーの CATL や、BYD がですね、供給する LFP バッテリーを使用している他のメーカーにも影響を与える可能性があるんだと。韓国メディアの報道によりますと、一部のですね、地元電池メーカーは、この規制は韓国の電池メーカーを助けることを意図しているのではないかと考えておりますという形で、まあ、簡単に言うと中国製の電池をですね、使っている、電気自動車にはですね、韓国の補助金がですね、ガクンと減ってしまうという状況があるというようなことがですね、あってですね、韓国のですね、テスラのですね、韓国国内での、EV の販売台数、なんと1台になるというですね、もうざまな、ざま、ごめんなさい、テスラ。俺テスラそこまで嫌い、でもあんまり好きでもないけど、申し訳、という状況になっている。で、これに追撃の情報がこれだったんだよね。イーロン・マスクがったテスラの一部の取締役と一緒にですね、違法薬物を使用しましたよ。これね、今年のね、1月くらいにドーンと流れたんだけども、さらなる詳細情報が2月の3日に ウォール・ストリート・ジャーナルでですね、特集記事を組まれてしまったんですよ。これで一気にテスラのイメージね、悪くなっちゃったのよ。で、それをですね、キュッとまとめてくれてるのがこのブルームバーグの記事だから、ちょっと読んでみましょうか。ちょっとコーヒー飲みますね。はい、イーロンマスク氏のですね、違法薬物の使用は、テスラとスペース X、イーロンマスクが経営している、宇宙の会社ですよね、の一部のですね、現元取締役の間で、よく知られていたことだったと、アメリカウォールストリートジャーナルがですね、3日報道してしまいました。はい、ウォールストリートジャーナルによればですね、マスク氏による違法薬物の使用量や、同氏と一緒に何人かの取締役も使用していたことについて、懸念がございました。薬物使用のですね、目撃者や説明を受けた人をですね、引用している、で、取締役会はですね、この問題に関する調査を行わず、懸念事項として記録することもなかったと。これね、ガチのことだから記録をするわけにはいかないと、何とかして逃げるんだという状況になっていると。マスク氏と取締役との関係はですね、アメリカデラウェア州の商標法裁判所の判事に非難をされました。同判事にはですね
1月の30日、電気自動車メーカーのテスラが、マスク CEO に付与した報酬パッケージには、行き過ぎであると株主の申し立てを受けまして、約総額ですね、550億ドル、約8兆円のパッケージが無効であると判断を示しました。利益相反が存在するとした投資家の主張を認めました。マスク氏、8兆円の報酬とね、アメリカの裁判所が、無効判断、世界一の富豪の座を押しなそれがあるという記事で、これはこれでニュースになりましたよね。で、マスク氏と、同氏のですね、弁護士であるアレックス・スピロ氏は、この WSJ のコメント要請に、返答しませんでした。同氏は以前ですね、マスク氏が、合成薬物 LSD や MDMA、これエクスタシーですよね。そしてコカインといった薬物を頻繁にマスクが使用していて、同氏がですね、経営する企業の幹部や、取締役らがですね、懸念していると報道していました。この記事で、スピロ氏は、ウォール・ストリート・ジャーナルに対して、マスク氏がスペース X で定期的かつ、無作為に薬物検査を受けていて検査に引っかかったことはないと反論して、マスクは違法薬物をやってないと言ったわけですよね。でもですね、疑いがすごすぎてですね、ちょっとね、ニッチもサッチもいかなくなってるね、マスクね。そしてですね、これね、WSJ の3日、今月のですね、2月3日の報道によりますと、何人かの友人や取締役は一緒に違法薬物を使用しなければマスク氏の機嫌を損なう状況であったと考えました。マスク氏の取り巻きであるというですね、社会的な資本を失うリスクも回避したかった。つまりマスクのご機嫌をですね、損ねてしまって、マスクに切られてしまうとですね、自分の影響力が減ってしまうということで、仕方なく一緒に薬をやっていましたという証言がですね、出てきてるんですよ。やばいだろ。はい、一部の関係者を引用しているという状況ですね。このね、マスクさんのですね、これね、違法薬物に関話はね、まだ決着がついていないんであれなんだけれども、これ決着ついたら全く笑えない状況になるよね。ワンチャン逮捕だよこれ。はい、という状況がですね、重なって重なりまくってですね、テスラの営業利益半減しておりますね。これね、あのね、EV 電気自動車のね、マーケットの話もちょっと含まれるから、これを読んで終わりにしましょうか。これ面白いよ。なんでテスラがここまでですね、あのね、あの調子が悪いのか、トヨタは絶好調なのにってね、もうね、 EV 一択はダメなんだって。だからそれがようわかりますわ。いきますよ。はい、テスラ営業利益半減の衝撃、中国 EV の値下げ構成だけじゃない不安材料の数々があるんです。いきます。はい、イーロンマスクはですね、8兆円の報酬は巨額すぎると、アメリカテスラの株主が今訴えておりますと。今アメリカはですね、テスラ側とですね、あと株主側で大喧嘩している最中なんだよね。まあこの状況でそれはなかなか車は売れないよね。ちょっとこうになります。はい、この競争の行方はですね、横に置くとして、電気自動車の市場は厳しい価格競争によって、レッドオーシャンと化していると、今ね、EV の業界に頭を突っ込んでも、全然儲からないよねという状況になってるんだよね。でも EV に全振りした自動車会社多かったでしょ。これから地獄になるよ。はい、中国勢が低い生産コストを武器とする一方で、テスラは今どんな壁にぶつかってるんでしょうか。はい、まずね、利益の大幅減で、テスラ株が超下落をしています。はい、世界のですね、電気自動車市場は今、厳しい価格競争によって、新しいステージに突入をしております。その調査として、アメリカテスラの業績が伸び悩んでいることがございます。トヨタはですね、あの株価最高益をですね、ずっと記録し続けてるから、日本の皆さんは安心してくださいね。で、ニーサでトヨタ株買ってる人いるでしょ。今もう爆撃で笑い止まんないでしょ、君たちね。羨ましいな、俺買ってねえんだよ。まあいいや。同社のですね、2023年10月から12月期のですね、決算の内容が、に焼きが差したからだと。営業利益はですね、同年同期時期比、47% 減、約半分だね、20億ドル程度になってしまいましたと。テスラのですね、先行きの懸念をですね、抱く投資家は増えたようであると。背景にはですね、はい、中国の BRD でございますが、BYD だね、など中国の EV メーカーの台頭があると。こいつらはね、中国の国内で、もうね、ジェノサイドと言われてもおかしくないくらいですね、あの、従業員をこき使って、安い EV を作ってるね。しかも中国が補助金ぶち込みまくってるから、どんどん原価が下げられるという状況にあるんだよね。そんな安い EV がですね、今世界に出回ろうとしていて、だからテスラを含めヨーロッパの自動車メーカーも被害を被ってるんだけど、トヨタはうまいことかわしたよね。どういうことだっけ。この BRD はですね、 EV の販売価格を積極的に引き下げておりまして、急速に世界のシェアを高めていると。それは安いもん買いますからね、みんなね。はい、値下げ競争の激化によってテスラの収益性は今悪化をしております。今後ですね、テスラを取り巻く事業環境の厳しさは増すことが予想されます。中国政府のですね、産業補助政策の追い風もありまして、 BRD やですね、車載バッテリー世界大手のですね、 CATL ですね、の価格競争力が脅威となってきていると。
これはね、日本にとってもちょっと鬱陶しい話ではあるんだけどね。ただ、この中国のですね、この産業補助政策、つまり補助金の話なんだけれども、これはもう世界中が今懸念をしていて、これ、制裁関税を加えるべきだという形で、今ヨーロッパなんかは特にめちゃめちゃ力強く動いてますよね。はい。一方ですね、テスラはコストの高い欧米で生産能力を強化をするという必要性に迫られておりますと、まあ、中国で生産者も信頼性が得られないからね。はい。車載用バッテリーの、製造技術の確立も急務であると、今後さらに業績が悪化すると、テスラはですね、世界が注目をするマグニフィンセント7というものがあるんだね、からですね、脱落をする懸念さえあると、要するにNVIDIA とかですね、Apple とか、あと Google さんとかですよね、ああいうで、ね、世界の超大手のセブン7社からですね、テスラは脱落をする可能性が今出てきてると。でも脱落はね、多分ねすると思うよ。だって EV 一択の会社だから、もうね取り返しがつかなくなってるんだよ。だって市場そのものがどんどんちっちゃくなってるから、どうやったってこれ成長しのしようがないんだよね。はい。過酷なですね、価格競争に巻き込まれているテスラと、23年のですね、10月から12月期、先々月くらいだね、テスラのモデル3やモデル Y などの生産台数は前年同時期 13% 増の、49万台、約50万台でしたと。そして販売台数は 20% 増の、こちらもね、48万台で約50万台でしたと。一方ですね、売上高は、昨年同期比 3% 増の、251億、約3兆7000億円でございましたと。23年の7月から9月期、さらにその前だね、の売上高が同 9% 増に比べるとですね、成長が鈍化をしました。鈍化をしました。そして、世界的な EV シフトを背景に、生産と販売台数は伸びたものの、価格が落ちてしまったその影響によって、売上の増加のペースは、それを下回ってしまいましたね。販売台数とかはすごい伸びてるのに、売上はいまいち伸びていない。それは、1台あたりの価格がどん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 落ちてきてるから、つまり利益がどんどん落ちてきてるからなんだね。はい。価格下落の背景にはですね、中国の BRD やニオなど、中国の EV メーカーの値下げ構成があるんです。中国ではですね、不動産バブル崩壊によって、個人消費が低迷していまして、 EV 販売補助金の終了などに対応するため、多くの自動車メーカーが EV 販売価格を今引き下げております。じゃあコーヒー飲みます。ただし23年以降、一部のですね、中国の地方政府は独自の販売奨励策を実施しているそうでございます。そして EV はですね、製造コストを全体の3割程度をですね、車載用のバッテリー、そう、電池がですね、めちゃめちゃコスト高いんですよね。BRD や、CATL のですね、コスト構造が低いのは、中国政府が工場用地を供与してね、そして、産業補助金などで生産能力の増強を支えてきたからでございますとね。つまり中国政府がジャブジャブにお金をつぎ込んできた。だからこそ価格を抑えられていたっていう状況があるという話ですよね。中国の国内では販売補助が終わって EV スタートアップ企業の多くが倒産してしまったこともございまして、BRD など主要メーカーの値下げの余地はまだ大きいと。BRD が値下げ構成を強める一方で、テスラは一部の企業をアップグレードして値上げを行って対抗した時期もございましたと。しかし消費者の市場を増やすことは難しく、結局テスラは値下げを余儀なくされました。そう、テスラをね、値下げをしてくる中国メーカーに対して、自分たちは超高機能な、車でございますから、値段をさらに上げますって言ったんだけれども、全然これ支持されなくてですね、もう値算を下げざるを得なくなったっていう状況があったね。こうしてですね、世界的に EV の値下げ競争は激化するばかりでございますと。ここにトヨタがさ、本格参戦したらどうなってたと思う？やばかったよね。最近ですね、BRD はドイツのですね、EV 販売補助金の終了に対応するため、値下げを発表しました。これに伴ってテスラもですね、ドイツなどで販売するスポーツタイプの SUV のモデル Y の価格をですね、最大 9% 下げるという状況になっております。そしてですね、シェアの低下と新型バッテリー製造の難航という問題がございます。はい。2023年10月から12月期、値下げ構成を強めた BRD はテスラを抜いて世界シェアトップの EV メーカーに躍り出ましたね。安いもんだから売れるんだよね。専門家がカットスロートコンペティション、過酷すぎる競争がね、価格競争が起きていると危惧するほど EV の値下げ競争は止まっておりません。一方、原価の引き下げは一応一石にはいけませんよね。値下げに拍車がかかると、どうしても企業の収益は低下しますよね。またですね、アメリカではですね、GM やフォード、韓国の現代自動車などもですね、EV 投下にですね、投下をですね、強化しております。このことからも、2023年の10月から12月期、アメリカのですね、EV 市場で、テスラのシェアは、前年同時期比の 58% から 51% に低下をしてしまいました。EV 市場はもはやブルーオーシャンではなく、レッドオーシャンね。もう価格競争で、もう利益は上がらないけれども、販売はしなければ、販売台数は上げてシェアは獲得しなければならないというですね、きっついきっついレッドオーシャンに今変化をしていると。2023年の11
11月、テスラはですね、新モデルサイバートラックの出荷を開始しました。当初ですね、テスラは車載用のバッテリーについて新しいですね、製造技術を用いる方針でございました。製造コストをですね、従来の 50% 未満に抑えまして、より小型で炭素化などにも対応した新型バッテリーを自社で生産しますと、それをですね、サイバートラックに搭載して、年25万台の供給を目指したわけでございます。しかしテスラはこの新型バッテリーの基幹部品である電極を中国企業から調達すると報じられております。新型バッテリーのですね、製造技術の実用が同社の予想通りに進まなかったようでございます。だから結果として中国の企業の技術を頼るという最悪の事態になったわけですよね。はい、中東情勢の緊迫化によってタンカーの運賃が急速に上昇しているため、多くの追加コストが今発生しているとね、国内で作るぞって言ってたのに、あ、無理でした。だから中国から買おう。今なんかあれだよね、あのイスラエルのあたりでなんか一悶着あってね、あの風車がミサイルを撃ったりとかしていて、なんかタンカーの価格が上がってる。じゃあコストも上がっちゃうじゃんという話になってるってことですよね。ちょっとコーヒー飲みます。はい、ということでですね、売上の減少、人件費の上昇も含むアメリカでの生産コストの上昇、さらには想定外のバッテリー調達コストによってテスラの収益性っていうのは今低下をしております。2023年の10月から12月期、売上から売上原価を控除した粗利益はですね、前年同時期比 23% 減の6600億円にですね落ち込みました。粗利率はですね 6.12 ポイント低下して 17.6% になってしまいました。はい、そしてですね、ここ最後だね。マグニフィセント7からですね、脱落の恐れ。世界の7大企業からテスラは消滅をする可能性が出てきてると。最新の、期待のですね、新モデルだったはずのサイバートラックの生産台数は、年間2万数千台レベルにとどまってしまいそうでありますと。これはやばいよね。中国事業の難しさも増してきてます。だって、国内の、ね、中国系の企業がどんどん値下げをしているから、中国の国内で大きな売り上げっていうのはもう絶望的なんだよね。そして、米中対立の先鋭化、安全保障への懸念から、中国でのテスラの乗り入れが制限される場所が増えているそうなんですよ。あのね、テスラの自動車っていうのは中国の国内で行けない場所があるんですよ。ね、アメリカのスパイがですね、そのテスラに何かを仕込んでるかもしれない。だからテスラは中国のね、この部分とこの部分とこの部分には乗り入れるなっていうようなですね、あの制限が実はあるんですよ。これがテスラには痛いよね。だってテスラの車買ってさ、中国の国内で行けない場所が出てくるっていう話になったら誰がそんな車買う？ね、そういう状況があるんですよ。一方、アメリカや、欧州諸国の政府は中国製の EV による過度なですね、価格競争を懸念していると。中国からのですね、輸送距離が長いため脱炭素に逆行するとのですね、批判も出ております。そのためテスラはですね、地産地層体制を強化して、主要先進国の EV 需要を確保するということが急務になっている。だから世界各国に工場を建てて、その国内で、EV を作るということをしなければならないということになっているんだよね。ちょっとコーヒー飲むんだね。はい、アメリカとかヨーロッパでは労使対立が今激化をしておりますと。またレアメタルの調達をめぐるですね、鉱山のですね、権益の獲得競争も熱を帯びてまいりました。でもね、あのね、ほらリチウムイオンね、リチウムね、レアメタルね、リチウムはですね、中国の企業がこれからは EV の時代だっつってね、世界中で掘って掘りまくった結果、 EV の市場全然伸びていないから、リチウムの価格ね、めっちゃ下がってんのよ。下がってんの。だから CATL とかはですね、思った利益が上げられず、中国企業もですね、結構厳しいという状況になっているはずなんだよね。はい。まあ、テスラにとってですね、中国やヨーロッパ市場でのですね、販売増加ペースが鈍化する一方ですね、コストの増加圧力は高まるばかりでございますと。そうした状況でもですね、テスラの先行きに強気な主要投資家はいるそうでございます。創業者であるイーロン・マスク氏が、生産能力強化のための大胆な行動に出ると、期待をしているからであると。でも大丈夫かな？イーロン・マスク今、薬物問題で揺れてるけど大丈夫？とはいえ全体としては、テスラの今後の業績を慎重に考える投資家の方が多いと。それは、年初来のですね、マグニフィセント7の株価から確認をできていると。ね、はい、この世界のね、アメリカの7大企業のですね、株価の上昇ですね、状況ですね。テスラは 26.3% 下落をしました。で、Google 様はですね、8.9% 上昇しました。Apple は 0.1% 下落、あまり変わらないね。で、メタですね、元 Facebook ですね、は 11.4% 上昇しました。Amazon は 4.7% 上昇しました。Microsoft は 7.4% 上昇しました。そしてですね、半導体企業、期待の NVIDIA はですね、なんと 23.2% の上昇しました。結果的に大きく下落をしたのはテスラだけ。という状況なんですよね。はい、やはり他社に比べてテスラの値下げ幅がですね、目立ちますね。投資家がですね、懸念をするのは生産体制の確立や製造技術の向上に想定以上のですね、コストがかかってしまうということでございますとね。同社はですね、テキサス州で、次世代モデルの生産を準備しておりますが、バッテリー製造の問題を考えると計画通りに進むかどうかっていうのは不透明でございます。多分進まないでしょう。今後テスラの株価はますます不安定になる可能性が高い。新モデルの生産が従来通りに進まなければですね、マグニフィセント7からの脱落も現実味
みを帯びてきていると。それは同時にアメリカの株式市場全体に変調をきたす可能性もあるはずだ。おいおい、俺 S&P500 買ってるんだから勘弁してくださいよ、テスラさん、というお話でございます。はい。ということでですね、やばいだろ、テスラ。テスラがですね、ちょっとね、想像以上に早いタイミングで、どんどんダメになってまいりました。その象徴的なニュースがまさにこれだよね。はい、韓国の国内でテスラの販売台数は、なんと1月のこの1ヶ月間、頑張って売ったのに、たった1台でございました。多分俺だったらもっと売れてる気がするな。まあそんな簡単じゃないというのが、はい、この EV の市場なんでしょうね。はい。ということでですね、私の大嫌いな電気自動車、どんどんダメになっている。まず最初にダメになっちゃうのは、BRD かなと思っていたら、なんとテスラの可能性出てきたよというお話でございました。はい、これね。もうね、なんだろうな、この EV の市場っていうのはね、世界がですね、バカみたいに押して押しまくって、補助金ぶち込みまくってて、期待値がものすごい上がっていただけに、ね、世界がね、補助金を打ち消したりとかですね、あれ EV ダメじゃんってなってですね、EV に対する特別な政策をなくし始めると、一気に市場をしぼむからね。もうちょっと、ほんと、もう、キュンって、もう、玉がキュンってなっちゃうくらいの勢いで、ものすごい勢いでしぼんでいく可能性がありますので、それをですね、私、すごい楽しみにしてますので、またシンボリックなニュースがあったらですね、皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイバイ。